佐藤美空の女優道 え皆さんこんばんばは1ヶ月のででです佐藤美久ですすいやー夏ですねえこの時間夜とはいえクーラーやえ扇風機がないとなかなか過ごしにくく寝苦しい熱帯夜も続いておりますけれども皆さん夏バテは大丈夫ですか、えー、私はですね、えー、結構夏バテしてしまうんですけれども予防法といいますかちょっと原始的ですけれどもやっぱりたくさん寝る。 とといいうことが一番大事かなと思います <laughs>、はい、えそしてえ先月の放送でもえ予告といいますかちらっとお話しさせていただきましたけれども7月末に家族で恒例と申しますかえ正直年に45回は行くんですけれどもえ家族旅行今回は新潟に行ってまいりました、えー、新潟はですね結構夏も冬もたくさん行くんですけれども今回はやっぱり 夏始まってて初めてのプールだったり、えー、魚釣りだっっったたたりりり魚釣やってきました、えー、プールはですねもうとにかく日焼けをしないようにもうラッシュガードを着て、えー、日焼け止めもいっぱい塗ってそれで2人で、えー、妹と2人で行ってきたんですけれどもやっぱり新潟は私の行ったところは結構山に囲まれている。 えー、街だったのでかなり過ごしやすいというかカラッとした夏暑さだったので非常に楽しかったです。はいえー、ということで、えー、今日も暑いですけれども、えー、皆さんどうぞ最後までよろしくお願いいたします。えー、それとこのの番組佐藤美の女優堂は 初回放送分から YouTube でもアーカイブ化していただいておりますのでぜひこれまでの放送もチェックいただければなと思いますそれではお待たせいたしました最初のコーナーに参りましょうミクのディズニーを語れー <laughs> このコーナーは実は私、佐藤美久ディズニーが大好きということで、とことんディズニーについて語ってしまおうというちょっと自己満足なコーナーとなっております。さて、先月はですね、ディズニーシーのディズニーサマーフェスティバルについてお話しさせていただきましたけれども、今月はですね、東京ディズニーランドのディズニー夏祭りについてお話しさせていただきます。なんとこの夏祭り 昨年はですね「画僚軍部」というです、ね、ずぶ濡れダンスバトルで,です、ね、こう競い合ってたディズニーの仲間たちがですね今年はなんと一つのチームになって賞を盛り上げるという賞になっておりますその名もですね「祭僚カブといいまして「サイは「彩る」っていう字に「寮」は「涼しい」そして「カはですね「華やかな花」ちょっと難しい感じの「花」に「舞う」ですね。 良株っていうんですけれどもこの「最、え、良、ー、花遊舞」をですねこテーマにグループで登場してコスチュームも音楽もよ,と、えー、よそって新たに演舞を披露するという清涼感たっぷりのショーとなっております。えー、こちらです、ね、花遊舞ではですすねね花は出てくるキャラ が全然違うんですけれども、えー、サイはですねチップとデールそしてクラリスリではですねマックスグーフィーそして鼻ではミニーちゃんデイジーそしてユーブではですねミッキードナルドプルートが出てきます、えー、かなりあのー、濡れるショーとなっておりまして一番濡れる場所がですねなんと抽選ということで、えー、皆さんチケットを持ってですね抽選所に行って これはですね、一番濡れるところが抽選をし当たらないとわッとかからないということで一応濡れる場所はあのシンデレラ城の前の広場で1周してくれるんですけれどもそこでも、まあ、濡れる場所もあればちょっとしか塗れない場所もあるんですけれどもでもショーに当たらなくても全然楽しめる。 ショーとなっておりますので皆さん行っていただければなと思いますえそしてショーだけではなくえパーク内での至るところに最良株をイメージしたデザインのバーナーやこうパラソルディズニーならではの夏祭りを盛り上げておりますまたシンデレラ城の前ではですねえ最良株に登場するディズニーの仲間たちがこうデザインされたフォトロケーションなんかもありますのでぜひぜひ皆さんたくさん 写真撮っていただければなと思いますで夜がですねチョウチェンがシンデレライ城の前にいっぱいチョウチェンが置いてあって夜になるとそれが光るんですねすごく綺麗でそ,そこもやっぱりフォトロケーションにはバッチリかなと思うので皆さんたくさん撮っていただければなと思います えー、それではですね、えー、こちらで、はい、ディズニー夏祭りについて紹介を終わりにしたいと思います、えー、それではですね、えー、ここで一曲お聴きください私佐藤美空初の主演映画「カップルでイこう」の主題歌「カップルでイこう」原野正明さんバージョンですどうぞ 私佐藤美久初の主演映画「カップルでいこう」の主題歌「カップルでいこう」原野正明さんバージョンを聴いていただきましたこの楽曲はですね次の「マンスリー・ダイアリー」でもお伝えするんですけれども8月23日上映会の映画「エモーション」でも挿入歌として流れていますので皆さんチェックいただければなと思いますそれでは続いてのコーナーにまいりましょうスリムへの えー、このコーナーは私佐藤美空がより美しい女優さんになるべくちょっと私のスタイルが二目ということでこの放送の中で毎月のダイエットリポートをしていくという小赤いダイエット企画です先月は惜しいことにチャレンジを失敗してしまったんですけれども今月は残念でしたもう本当にごめんなさい もう、すごく頑張ってるんです。はい。そして、えっ、ー、と。今日の朝の体重は。あ、先月の収録時の体重はですね。えっ、ー、と、五十。五十六点六。でした。はい。そして、朝の体重は。五十六点。朝なので、五十六点ゼロ。 だったんですすけれども頑張ります本当に頑張ってるんです私はい頑張ってます。ということでえ罰ゲームはこれからのあこれこのあとね次回え次のコーナー終了のあい終了までの間男の子の喋り方で話したいと思います。<laughs> それでは始め <noise> とにかくまだまだ頑張って頑張りますので。 こちらの応援もよろしくお願いいたします。以上、スリムへの道のコーナーでした。さて、ここで皆さんもお便りをご紹介させていただきたいと思います。はい、お便りがですね、えー、ラジオネーム、カールさんからいただきました。みくちゃん、こんばんは。毎日暑いですね。我が家には高校受験を控えた受験生がいます。この夏休みが勝負なんですが、一言励ましの言葉をお願いします。みくちゃんも受験… 勉強大変でしたかなるほど、えー、私あ僕の妹も受験生なんですね。で僕と同じ高校に行くということで、まあ、同じ受験生としてふすごく頑張ってくれたらなと思います。はい、で私のあ私,私じゃなくて僕の受験勉強は結構特殊なんか前も この番組で話したような気がするんですけど特殊で音楽の勉強を中学校の時にまた一からあの小学校の時の,小学あの音楽の教科書とかいっぱい出してでモーツァルトだったりいろいろ調べて私なりに勉強ああ僕なりに勉強いたしました、はい、受験頑張ってください えー、とにかく、えー、そうですねはい皆さんお便りありがとうございます次回もお便りどしどしお待ちしておりますファックス番号03567053320356705332メールアドレス789ットマーク KFM789.cuo.jp789 ットマーク KFM789.cuo.jp 佐藤美久の女優堂までお願いいたします、えー、続いてのコーナーに参りましょう ミクのマンスリーダイリー <laughs> えこのコーナーからえ普通に喋らせていただきます <laughs> えこのコーナーは毎月その一ヶ月間で営業やお仕事現場などで何を感じ学んだかなどを紹介させていただくコーナーですえさて先月もいろんな現場に出演参加させていただきましたのでご報告させていただきますえ毎度毎度なんですけれども 守秘義務のためあまり詳しくは申し上げられませんが紹介させていただきますまずはじめにですねエモーションエモーション関係者試写会イベントについてお話しさせていただきますまずはじめにえこの作品につきましても制作プロジェクト上映会プロジェクト両方プロジェクトについて皆様のご協力をご協力え無事とも無事両方とも、えー 目標金額に達することができましたことをお礼申し上げますはい、皆様ありがとうございます日本初の若手俳優に特化したクラウドファンディングスペードラインでは皆さんの支援のおかげで他の作品のプロジェクトも含めいろんなアプローチをしておりますのでぜひ一度英語の小文字スペードライン S-P-A-D-E-L-I-N-E、e、を禁則していただければなと 思います引き続き続よろししくお願いいたしますすそうですね私の、まあ、感想といいますか初めての試写会を,を体験いたしまして支援いただいた皆様と歓声を喜べるイベントっていうのはやっぱりなかなかないと思うので私も初めて見ましたしまあやっぱり、まあ、初めて見てやっぱりまだまだ私も。 結構間延びが多かったりしたので、んうーんとか思いながら見てたんですけど、でも本当に作品自体は本当に面白いものになっていてとても嬉しかったです。えー、そしてですね、えっ、ー、とあくまでこの試写試写会だったのでまた変更点が あるかもししれれまませんので期待していいただければなと思います、えー、そして8月23日のイベント上映会プロジェクト、えー、絶賛支援受付中でございますので皆様来ていただければなと思いますそして続いてはですね映画「銀雄詩人」に出演させていただきました第1回五十嵐圭介さんの企画ということでですね、えー、あらすじはですね「えー、路上詩人」 こう路上でこう詩を書いたりする書道家さんのことなんですけれども、その役を伊ガラさんが演じるんですけれども、その伊ガラさんの元に来る女性の悩みをですね、一個一個こう解決していくというものになっております。えー、私の役どころとは役どころはなんですけれども、結構こうスペードラインの中の作品では何回か出てくる。 役役っていう役なので皆さんちょっと私の方もチェックいただければなと思います、えー。そしてこの後ほど今回ゲストでお越しいただいた島崎監督さんのです、ね、演出なんですけれども非常にこう分かりやすく私に説明してくださって <laughs> 今あちらにいますけれども、はい、非常に楽しい現場でした。ありがとうございます、えー そ,うですね、そして続いてのですね、えー、10月公開予定のロストラブレターの顔合わせがありました、えー、この「ロストラブレター」はですね、えー、小学校の同級生が10年後にこう再会してで,で私のまあ役どころはそのじゅ同窓会っていうんですかねそういうのは同窓会の幹事の役で。 まあこれもちょっとスペードラインの中のいろいろ私が出てくる役どころが役目がすごくに一緒なので皆さんちょっとチェックしていただき本当にいろいろ皆さん一個一個見ていただいてあなるほどなるほどっていう風に見ていただければなと思いますはい、えー、そうですね、えー、繰り返しになりますけれども8月23日映画「エモーション」 えー、上映会についてなんですけれども、えー、現在プロジェクトをご支援募集しておりますので、えー、その詳細なんですが8月23日火曜日上映会会場は、えー、東京江戸,江戸川橋にある「空箱というホールですね前回の私の初の主演映画「カップルで以こう」の、えー、上映会と同じ「空箱さんで上映会をさせていただきます上映は回回で15時の回 17時の回、19時の回に上映開始させていただきます。各回ともに開始30分前から会場で当日券もございますので、ぜひぜひご来場いただければなと思います。詳細はブログや事務所ホームページチェックをいただければなと思います。そして全上映会とも出演者、私もですね、舞台挨拶とともにトークショーもありますので、 えー、そして料,料金は一上映会につき税込みワンドリンク付きの3000円ですイベント当日は毎上映会とも私佐藤美来も舞台挨拶に参加させていただく予定でございますちなみに CD や DVD の販売もありますので皆さん買っていただければなと思います、えー、そして何といっても以前ゲストに来ていただきました元アイウィッシュの なおさんが作曲された主題歌をですね主演の神谷光さんと佐々木千明さんがですね初披露されるということで私非常に楽しみでございますえ皆さんぜひぜひお越しいただければなと思います、えー、そして続いてはですねこうアステリズムさんの感激をさせていただきました、えー、これこのアステリズムさんなんですけれども、えー 神谷ひかるさんは今回は出られてなかったんですけれども「こう激イケさんのメンバーとあと他の役者さんたちを交えてやるアステリズムなんですけれども非常にあのいつもこう激イケさんがやっているこう力強い舞台ウりかは結構シリアスな感じの結構グッと涙が出るような。 すごく素敵な舞台で私もかなり見ながらうるうるしながらもう会場の皆さんもこううおーってすごい泣いてる方もいらっしゃってもう私もつられて泣いてましたけれども <laughs>、はい、非常に楽ししいアステリズムの公演でした、はい、えそして最後にですねフジテレビ系火曜の夜10時から放送されているドラマなんですけれども、えー、そして私の放送もされまして。 私もちょっと映っていてすごく嬉しかったんですけど撮影してる時はあれ映ってないかななんて思いながらでも頑張ってあのあの遠くの方に静岡の方に行かせていただいたんですけれどもはい非常にでも横姿が映っていてもうちょっとこう顔とかこういう,う顔を動かしたりとかしたらよかったかなっていうふうにちょっとありました。 はい、次はもっともっと頑張っていきたいなと思います。こうえー、今月全体まとめますと本当に上映会だったり撮影だったりとたくさんお仕事があるので私ももっともっとレベルアップしていきたいなと思います。えー、それではですねここで一曲お聴きください。私佐藤美久が、えー、大好きなグループ嵐さんの、えー、松本潤さんのソロ曲ですね「シェイクイットです。 どうぞ。 皆さん改めまして新人女優佐藤美久ですさてここからは「先輩アザース」ということで先輩俳優女優監督など業界関係者を毎月ゲストにお迎えして先輩の方々からいろんなお話をお伺いしていくというコーナーです。今回のゲストは監督の島崎雅人さんです。 よろ, <laughs> よろしくお願いします。あ、お願いします。っていいんですか。私がはい紹介させていただきます。はい。はい、島崎監督はですね、え東京都のご出身で、なんと平成三年生まれの二十五歳ということで、私と三個しか違わないというちょっとびっくりなんですけれども、はい。え女、ー、監督として、え機種転移ターミナル、篠原哲夫監督、えー、罪の余白、大,大塚裕吉監督、ほか V シネマや テレビドラマなど50本以上に携わってっていいらしゃいます近いところではですね今年の10月に公開予定の私もちらっと出させていただきました「月下3,000の星」。 ザムービーにですねチーフ助監督そして先ほどマンスリーリポートでも紹介させていただきました短編映画「現有詩人ロストラブレター」の監督さんでもいらっしゃるとともにまだ情報解禁前ということですけれども今回の今年のついについ、ね、に劇場公開映画の初監督もされる。 ということで、えー、注目の若手監督さんでございます。今回はお忙しいところをわざわざ私の番組にゲストとしてお越しいただきました。本当にありがとうございます。今回はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それで,では早速なんですけれども、はい、こういったあのラジオの出演というのは初めてですか。もう初めてですね。初めてです。<だ>ありがとうございます。小学校の時に。はい 自分でパソコンで一人で、はい、あのネットラジオみたいなのを遊びで配信したこともなくはないですね、えー、もう小学校の時点でもパソコンとかいじれ、ね、小学校の時に僕のクラスでブームだったのが自分でホームページを作るっていうそう。すごいですねなんかプチブームみたいになってましたはあ<ー>、うん、いろんなことされましたラジオ以外にも。 いや、それぐらいか。それぐらい。それぐらい。わか,、ね、かりました。<laughs> はい、そして、えー、先、先日ですね、吟融詩人、そして、えー、ラブレター、本当にありがとうございました。いえ、短編映画とはいえ、監督をされてみて、いかがでしたか。そうですね。まあ、主演の五十嵐さんは、はい、えっと、前回、その月間三千の星、え、助、はい、監督やらせていただいて。 まあ、お会いするの二回目だったし、はい、まあ、ミクちャんもいたし、はい、まあ、結構、まあ、皆さん知り合いの。で、スタッフも僕は呼ばせていただいて、すごい、あの、顔見知りというか、はい、すごい仲良くさせていただいているカメラマスなんだったりしたんでも、すごいやりやすくて。はい、僕も、僕にとっても楽しい現場でしたね。はい。はい、私も楽しかったです。本当に、ありがとうございます。えー、まで、ですね。はい、私の演技はいかがでしたか?はい。 いやなかなか良かったと思います。本当ですか？ちょっと現場でいろいろ台本僕が変えちゃったり、なんかねいろいろあったと思うんですけど、それも結構柔軟に対応していただいて、とても助かりました。ありがとうございます。こうそもそもこの映画だったりドラマだったり、この映像の道に進もうと思われたきっかけっていうのは何ですか？これといったそのガチッとしたきっかけはもちろんないんですけど、まあ当然みんなそうだと思うんですけども、まあ。 子供の時からありきたりですけど映画が好きでねずっとこう中学系中学高校の時からずっと DVD なんかいっぱい買ったりしてずっと見ててでまあとあるあ「ホステル2」っていう映画があるんですけどそれの,あの特典映像のこうメイキングメイキングのまあ映像を見ててですねすげえスタッフが楽しそうに現場やってて。 まあ特殊造形の、まあ、ホステル2っていう、はい、まあちょっとグロテスクな映画なんだけど特殊造形みたいなのをみんなでこうポイポイ投げて遊んだりして、はい、すっごい楽しいもうそれを見て急に何かうらやましくなっちゃって<ー>そっからちょっと考え始めたっていうのはあるかもしれない<ー> <laughs> やっぱり影響を受けた映画とかドラマっていうのは、うん、やっぱりそちらのそうかな。 僕が一番好きな監督はあの、はい、イタリアの、はい、ダリオ・アルジェントっていう監督知っ、はい、てるちょっとすみません勉強不足で <laughs> 本当に <laughs>、はい、あにサスペリアとか、はい、シャドウとかそういうのを撮ってる監督なんだけども、はい、今井上さんがめっちゃうなずいてねそれがねもう本当にすごいな会計画まあジャンルとしてはそうなのかもしれないですけどもう色彩画面の色彩とか、うん まあ,あとはそのサスペンスの組み立て方取り方やらその間の取り方とか最後、ねはい、こだわりがすごい強くて、はい、もう本当にその雰,囲、まあ、雰囲気かなそれが本当にすごい<ー>、うん、人ダリあるジゃンと、はい、こだわりの人っていう感じですねそれがまあ僕が一番好きな好きな監督ですね。そうなると、うん、あの憧れも その方になりますかね目標とされてる監督さん目標というとですね、やっぱり僕ホラーが好きなんで目標っていうことになると今日本で活躍されてるですねホラー映画の今だと宅﨑太監督これ目標一つの目標ですね本当にスタンダードなホラーっていうのを突きつめ突き詰めてる人ですねどういったホラーが作りたいなっていうのはあります僕はジェいわゆる ジャパニーズホラーみたいなのが好きですね私もホラー映画すごく好きでホワー映画が好きで本当に はい。なんか着信ありとか。着信ありはね、ちょっと違うんだよね。これまたすごい長ラ話になっちゃうからやめるんだけど。呪オとか。呪オもね、ちょっと違うんだよね。これがまた難しい。ジオンもね。ジオンもホラーの中でもやっぱり。ジオはね、そうめちゃくちゃ怖いんだけど。めっちゃ怖いです。これがね、まちょっと違う。これまたあの別ホラー特集でぜひやらさせていただいて、はい。ちょっとジオンはもうすごい面白いんだけど、これまた突き詰めていくとそう、まあ面白い。 だけど、はい、またこう分解して見ていくとちょっと、まあ、それも面白い見方ができる一本です、はい、じゃあこの夏にぜひ見ていただきたいなんかこうホラー映画みたいなのってありますかあえっ、ー、とそうですねそしたらじゃあ三宅隆太監督の「七つまでは神のうち」はい、っていう映画をぜひ、はい、あと今ちょうど レンタルしてると思うんですけど、あの外国のイットフォローズっていう映画、これもぜひおすすめですね。はい。私も見ようかなと思います。はい。ありがとうございます。はい。揃えてください。ありがとうございます。そしてですね、この年間こうどれぐらいこの映画だったりこうドラマだったりご覧になられますか？これがですね、なんか今すごく一回あるぜみたいな感じに聞こえると思うんだけども、今あんま全然見れなくて、月よくて三本。 五本ぐらいで新作はまあほとんど見れてないあそうなんですねま行こう行こうまあ、例のあのガオウって今ゴジラあはい、はい、めっちゃ見たいんだけどシンゴジラですねちょっとね、はい、まあ明日あたり見に行こうかなと思ってるんですけども<お>でもそれぐらいで今年あと見たのはないですねない <laughs> 全然見てないそうなんですねやっぱりお,お忙しいですもんね、うん、やっぱ長期の現場とか入っちゃうとう、ね、どうしてもやっぱり見れないですね でちょっとこのコーナーの趣旨があの各界の先輩からこうアドバイスをいただくということなんですけれども、はいえー、私女優としてのこう普段こうどういったことに注意していけば はい、アドバイスありますでしょうかそんな言ってもねそんなに先輩ではないんだけど <laughs> いや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  <laughs> でも本当に3個しか違わないっていうことにびっくりしました<笑><笑>私なんかすいませんねえええそうですねまあちょっと言うのであれば、まあえー、と演じる女優さんじゃないですか、はい、やっぱり演じるってことは他人を演じるっていうことなので、まあ、他人を演じるにはその他人をよく知らないといけないっていうのはやっぱありますね、うん もちろん自分の知ってる人もそうですけども電車の中とか至るところでもどんな人がどんなことをしているのかなとかあとはその人がしていることだけじゃなくてこの人ならこういうことをするんじゃないかとかそういうことも考えていくと結構そのためになるというか自分の引き出しにもなるかなと思います。それはもちろん僕も例えば脚本書くとか演出していく上でももちろん心がけていることではあるんですけどもね。 見ますかね結構最近はずっともうスマホを見ちゃうぱり<ー>どうしても、ね、ゲームとかしちゃう<ー>ポケモンとかね探しちゃうのです、ね、うでもやっぱりそこはそういうのやめてこう周りに目を向けるのも大事かなと思いますそしてあの今までこういろんな現場で数多くの俳優さんやこう女優さんにこう間近で接してこられたと思うんですけれども、はい、こう一番 印象に残ってる方はどなたですかそうですすかそうねこれはあの「罪の余白」という、はい、まさきもご紹介いただいたんですけども、はい、その映画の主演の内野聖洋さんのまあ演技というか演技にかける情熱というのがも,うものすごくて例えば現場であの印象的なことがあったんですけどもクライマックスのシーンで重要な話をするシーンだったんですけども、うん、内野さんが、まあ、僕はその時道具を管理したんですね。はい でその僕のところに来てあの申,し訳申し訳ないけどあのこの前のシーンで使ったこのまあ封筒、まあ、とある封筒があるんですけども、はい、これを貸してくれないかと、はい、ああいいですよなんて、はい、貸せないですかでそれを胸に入れてでそのシーンで別に使わないですよ、はい、使わない小道具を僕のところに来て貸して、はい、でれて胸にしまっておきたいんだって、はいつも現場に向かっていたっていうかっこいいなと思って。 あの演技にかけるもうすごいストイックな人でまあ他の男のシーンもそうなんですけどもほか、はい、にも「あの罪の約って自分の吉野さんの娘がね、はい、まあ自殺しちゃって、はい、まあその真相を突き詰めるうん、うん、突き止めるっていうまあ映画なんですけどもそれのラストシーン確かでも娘さんの遺品があるわけですね,、はい、ねそれをもう大事そうにもうずっとあの演技始まる前からずっとその現場に入った時も大事そうに持ってて、はい、これを僕は抱えていきたいんです あすごい僕ちょっと本当現場で僕初めて涙ぐん,んじゃった<ー>、うん、その娘を思う気持ちがそう,そう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 実際の思う感じが、うん、やっぱすっごいいい演技されてて<ー>まあそういうふうにちょっとぜひねミクちゃんも現場でスタッフを、あのー、泣かせる女優に頑張ってもらいますはい。あ <laughs> あの私がですね女優を続けていく上でですねこう島崎監督からご覧になって、はい、こう何が一番必要っていうのがありますかそうですね。ますあ今ちょっとは現場の話にもあったんで、はい、まあ例えば、まあ、映画とかもあると思うんですけど特にテレビドラマの現場とか、はい、マルチカメラとかでいっぱい撮ったりするじゃないですか、はい、どうしてもこう自分の演技プランと違ったことを、ねはい、やってくれたなんて、まあ、監督とかもそうですけど、はい、カメラマンとか、はい、まあいろんな。 そういうのに、まあ、柔軟にこう対応していただけると、まあ、我々演出部としてはちょっと心苦しい限りなんですけどもそういうのにも柔軟にこう対応していただけると、はい、いいかなとそうですよねまあむ難しかったりするんですけどもね本当に申し訳ないんですけども、はい、いやいやいや,いや <laughs> でもそういう意見もやっぱり大事 そうなんですねどうしてもやっぱテレビドラマの撮り方マルチカメラとかになると立ち位置とかね重要だったりするじゃないですかなかなかやっぱり普段自分で一人演技プラン考えたりしてもそこまでは考えられないじゃないですかそこにカメラがあるからこっちに立たなきゃいけないとかどうしても現場だと変わったりするの出てくるもんなんどうしてもそれちょっと意識していただけるとたくさん引き出しがあった方うがいいっいうことですよね。 とねあそこにカメラあるからちょっと私後ろに立とうかしらみたいなちょっとここにいたら間抜けるなみたいなそいのこうスッてやる人あここの人すごいできるなみたいな思ったりうんすげえいつも映ってんなあの人みたいなああそうあうそうとかねはいまあいろんなね女優さんでもこのいつもこの角度がすごいなみたいなはあそう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 ああ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 あ そういう技がありますので、ぜひ、はい、見つけてください。頑張ります。<laughs> はい、<laughs> 自分のいい角度っていうんですね。やっぱり大事なこと。ですね。はい自分をやっぱり美しく見せることも大事なことなんで。そうですね。はい。そしてあの監督として、はい、こう映画やこうドラマ作りの上でですね、一番心がけてらっしゃることは何ですか？ 心がけていることは、はい、そうですね例えば演出部だったりする、はい、まあ監督だってそうですけどもやっぱりまず脚本があって、うん、で脚本があってその作品のまあスタイルというか、はい、まあ色形があるわけじゃないですか、うん、それを、まあ、まあスタッフとして入った時は壊さないように、うん、そして、えー、とそのスタイルをさらにまあ強化していく色づけていく、うん、その先のことをよく知ってでそれに対してもう自分がさらに上乗せしていくとか。うん そういうことをまあ心がけてますね。壊、うん、さないようにとか、雰囲気がいろいろあるじゃないですか。そうですね。ねまあこうやりすぎないように、うん、ぐらいですかね。はあ、心がけてる。はい。でちょっとお話変わっちゃうんですけれども、あの監督という、はい、あのやるというよりかはこう俳優になろうっていうふうには思わなかったですか。思わなかったですね。<laughs> もう。 監督やりたいそうですねなんでかって言われると別に理由もないんですけど<ー>、ま、全く思わなかったんではいもう小さい頃からも映画とかドラマとかいろいろ好きでしたね<ー>だって昔はよくテレビでも毎日のようにやってたじゃないですか木曜から日曜まで映画があそうですねあの あれ大事ですっがないと今の子供たちが、ね、<laughs> <ん>その映画で育たないと思うんだけども確かにあんまり小さい子っていうのはやっぱりゲームだったり、ね、あんまりテレビじゃなくてゲームみたいなのがやっぱり多いかなって私も逆ににななんで女優になろうとう、うん、私はですねあの私の母があの前に幼稚園の先生を。 やっていてい<う>その時の教え子さんがあの宝塚歌劇団にも、はい、あの対談してしまったんですけれども、はい、いらっしゃってでその舞台を見,見させていただいてそれでもう衝撃を受けてうこういう世界があるんだっていうのを<ー>このきらびやかな世界っていうのをすごく感動してで私もお芝居やりたい。 でよく聞かれるのが「なんでえじゃあ宝塚やればいいじゃん」って言われるんですけど、うん、いやそこじゃないんですねあの私のできること、うん、宝塚の歌劇団の,あの舞台はもう本当にトップレベルの話じゃないですか私の思ったのがやっぱり演劇で私の役を演じて皆さんにこうどういう反応が来るかっていうのが知りたくて。 宝塚ではななく自分のややりりたたいいことをやりたいなとを思ってなるほどでもともとテレビとか映画とかがすごく好きで「えー、あの花より団子っていうドラマがあって、うんはい、その,あのすごく好きでもう何回も何回も見て井上真央さんのセリフを覚えて、はい、<laughs> 一緒に言ってみたりとか <laughs> <laughs> すごいしてて、はい、で高校はあの演劇部に入て。 入部して、うんはい、で専門学校も続けて演技の勉強したいってことで入ってまさしく演技一直線にああそうですいや母もすごい賛成してくれてそういうれはね、はい、すごありがたい話ねんかあなたにはそういうのが向いてるっていうふうに <laughs> 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 言われてなかなかやっぱり賛成してくれる親御さんってなかなか難しいじゃないですか、うん、こういう世界ってやっぱ一握りの そうね、はい。うん、結構その専門学校に入っても「いや」みたいななかなか消毒してくれなくてみたいなのが、はあ、結構多くて、はあ、でもやっぱりすごく恵まれてるなっていうのはすごくあって、はあうん、そして今いる,る、ね、あの井上さんに「うちの事務所入らないか?」っていうふうに <laughs> 言っていただき、うん、専門学校の時に。で 今に至ります <laughs>。<laughs> すごいなんか完成された答えだったけど、練習したのこれ。え、違います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 。ちゃんと今考えたでしょ。ですごい、すごいね。はい、急に振ったのに。はい。そう完成された答えで。はいでね、はい。い,い,と思いますあの、はい。はい。はい。はい、あ、すみません。<laughs> で、ではですね、はい、あの。それではここで。あ、なんと、あの島崎監督がですね、この後撮影が控えている。短編映画ロストラブレター。のですね。 私のセリフをあの今この場で読めますので、はい、何かこうあのレッスンをしていただければなと <laughs> <laughs> 思います、はい、よろしいですか？ちょうどここになんとその前のシーンうですね簡単なその前のシーンと簡単なあらすじあそうですねあの一人一人先ほどもマンスダイダリーでも言いましたけれどもえ10年後に再会 小学校の同級生が再開して、で、あの、手紙を読むっていうシーンなんですけれども。そこで、私が読む。手紙のシーンを今からやります。そして、レッスンをしていただきます。よろしくお願いします。はい。では、私のセリフまで5。五、四、三。私は。尾崎先生のことが好きです。それは。 愛してるとか将来結婚したいとかそういう意味ではなく尊敬しています尾崎先生はたった1ヶ月という短い間でも私たちみんなのことをちゃんと見てくれてとても嬉しかったからです担任の福田先生より話しやすかったです別に福田先生が悪いというわけじゃなく福田先生をみんなのためにいろいろ頑張ってくれてますでもやっぱり年が離れすぎているとなかなか話しにくいこともたくさんあると思います 掃除の時も福田先生はいろんな指示を出してくれますが、尾崎先生は私たちと一緒に運んでくれます。そこがすごいと思います。だから、私は大きくなったら尾崎先生のように誰からも好かれる率先して、みんなの役に立てるお仕事に就きたいです。尾崎先生大好きです。いかがでしょう？よくこうスラスラと。<laughs> 読みますねこの長いセリフをいや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 あの <laughs> ちゃんと台本を <laughs>、はい、<laughs> 一言一個間違えないように <laughs> そうですねまあ今これも小学校の時に自分が書いた手紙ということで、はい、まあ割と幼い感じに可愛げのある感じで読んでもらったと思うんですけども、はい、ちょっとそういうことじゃなくて、ねはい、今回は、まあ、自分今の茜みく、はい、ああちゃんの演じるキャラクターがいるじゃないですか、はい、まあそれまあ10年後に今同窓会で、うん。 はい、改めてあげた手紙ってことなんで自分も覚えてないそういう感じにちょっと読んでほしいな<ー>読みながら思い出してる感じなるほど <laughs> もちろん、あのーまあ、今はラジオなんでこれだけなんかもしれないですけども、はい、このえ映像にする時に、はい、まあ映像ってもちろん、あのー、セリフとかも大事なんですけども道、うん、番でいうのは所作とかね動作、はい、これやっぱ語っていくのが、はいあのー、映画映像かなって思いますんで。はい まあその表情とかね、はい、この例えばちょっと恥ずかしい、えー、といきなりね尾崎先生のことが好きですとか、はい、ちょっと気恥ずかしいとかいろいろ出てくるんですかう、はい、そういうの読んでくるとちょっと表情がね変わったりとかそういうのをあの入れていただけると、はい、こちらとしてもすごく取りがいのあるを、はい、取ってやるぞっていう気になるので、はい、頑張りまますす、はい、ありがとうございいいよろししくお願いいたします。 いやえ非常に緊張しましたけれども本本当当にいや本当ですよ <laughs> なかなかこういうことはないので、はいえー、ラジオをお聴きの皆さん、えー、今のシーンがこう実際こうどう仕上がっていくかはこう見てのお楽しみということですね、えー、まずは9月に公開予定の短編映画「銀雄詩人」についてお伺いしたいと思うんですけれども、はいえー、この作品は主演の五十嵐圭ス さんんがこう考えられれた企画とということなんですけれどもこ<れ>こう,どういうふうに台本は作られていかれたんでしょうか台本、ま、これはですねまずあの、はい、撮影に入る前にだいぶ前まずあの主演の五十嵐さんと、はい、まあ僕とあのプロデューサーの方でですね、はい、まあ話し合いの場というかそれをまあ設けていただきまして、はい、まあその場でまあ雑談もしつつ、はい、まあ今回、まあ、まず五十嵐さんがどんなのを演じたいですかなんて。うん はい、聞いててみたりしてそこからいろいろ雑談しつつ膨らんできたのを、まあ、僕の方があの別の客の作家さんに投げて、うん、まあそれでまあ形にしていただいたと。うん、なのでまあ全部五十嵐さんのまあやりたいキャラクターとそれからのまあ話、うん、どういう筋がいいっていうのがあって、うん、まあそこから書いていてただお客様にこう一番見ていただきたいところはそうですね、まあ、これもちろん五十嵐さんのイケメンプリかな。<laughs> <laughs> はい、まあねかんのイケメンが <laughs> はい私も見てました <laughs> で,、ね、でまあ今回の役はいわゆるこの爽やかなファーみたいなイケメンじゃなくてちょっといやらしいイケメンを演じてもらってるんで、はい、それも結構面白いかなと思いますはいそしてですね、えー、こう撮影でこう一番苦労したことってそうですね、はい、まあ撮影今回場所探すのがちょっと大変かな <laughs> っまあでも探してすごいいい場所が見つかったのに多かったですけ、ね、ど、はいまあ、あとは現場中に雨が降ってきたりとかね,ね <laughs> 大変でしたね,ねちょっと一人雨を持ってきちゃった人がいて、うん、はい <laughs> ちょっと誰とは言いませんけれども <laughs>、ね、その雨を避けるのが大変だったりとかまあそういういわゆるよくある現場のトラブルですねうまあそれとも楽しかったりするんですけどもやってみると、ね、はいはい、はい、そしてあの島崎監督の今後の目標 そうですね、ちょっとホラーとやってみたいなっていうのがあるんですけどももちろん今回の作品も精一杯僕も全然こうハートウィングだね大好きなんで一、はい、人家で見て、はい、こう涙を流していたりするんで、はい、僕もよくディズニーとかね一人で見に行くんですよ。えそうなんですか。うん そそうそう「あの<ー>プリンセスと魔法のキス」っていう映画があるんですけど、はあはい、あれが一番泣いた <laughs> そうなうです,、ね、すっげえなな泣くんですよ、映画とかも泣いちゃうんであんまりね。 <laughs> かなり泣きますね <laughs> いやそれでは今回のゲスト島崎正人監督にですね1曲リクエストお願いしたいんですけれどもどなたの何といいうう曲でしょうかはい、これはあの僕がすごく一番大好きな「のライムスター」というヒ,、はい、まあヒップホップグループも有名なヒップホップグループがいるんですけども、はい、そのですね、まあ、曲で「友情」 とかまあ変わらない日常みたいな描いた曲で、うん、今回のそのロス、うん、ラブレターにもいいかなと、はい、雰囲気マッチしてるなと思って<ー>え持ってきましたんで。はい。ありがとうございます。それでは、えー、島崎監督恐れ入りますが曲紹介をお願いいたします。はい。えー、ではライムスターでポップライフ。 の,このように伸びてく白い電波塔は赤い電波塔より鮮やかなビジョン届けてくれんだそうだ大人たちの言う希望に満ちたあの頃ってのはいつだろうかまぁそりゃそうと出かけよう俺たちの今日はこれから咲いつだろうか 大体のタイム大体のレイスで最下位派助けないメ面は冬よりメンバー Do you 不便なスカイペイじゃ手にはスマートな携帯電話これは噛んだが確かな時間だお前の戸や顔見て感じたんだ俺たちの人生かなりイケてんぜあの頃以上にポップに弾けてんぜ 「雲一つないサニーデイ」「続いたかと思えばまだレイ・ニー・デイズ」「君の気分のようなエブリィ・デイ」「繰り返す俺たちの弾ける人生」「雲一つないサニーデイ気がめいるような灰色のレイ・ニー・デイズ」「どっちでもないこのエブリィ・デイ」こそ素晴らしい弾ける人生 万会長いがいです互いの主義主張同士が今日も対決話し合いさえすれば解決ってわけでもないこいつは根が深いケース要はとにかく虫が好かねえ何かっていやすぐに虫返すたね。あいつと違って粘着じゃねえと自分じゃえばってんのに振り返っちゃねえあるいは立場を交換すると奴にさえかすかに共感する 下手すりゃ共通項ばっかだったりしてちょいとこいつは困ったこちらから見りゃ最低な人だがあんなでも誰かの大切な人ならいいじゃんと思えた不思議風向きだって変わるさそのうちに雲ひとつない3人で続いたかと思えばまたレイ・ニーデイズ君の気分のようなエブリデイ繰り返す俺たちの弾ける人生 「雲ひとつないサニー,ース」「月がめいるような灰色のレイメイメージ」「どっちでもないこのエブリン A こそ素晴らしい」「はける人生」「ああ思えば遠くへ来たもんだよく見える」 まべしゃり続けたもんだあの自分の自分たちの気分褒めたナンバー聞きながら思うんだあの頃にはあの頃の悩みがその頃には心の暗闇がってことはお前もそうかこりゃ失礼俺の不明どうか見逃してくれだけど My man my friend my dear 思い出せばあの頃俺らは笑ってたくだらなすぎて遠に忘れたマジックだらねえギャグ飛ばし合ってたってことは今もそのらせんの 「てこた今のうちにしとかなきゃ」「このはじける毎日すらいまいち」「と見間がるほど汗のリハーサル」oh! 雲サ「雲ひとつないサニーデイ」「続いたかと思えばまだレイ・ニーデイ」「君の気分のようなエブリィ・デイ」「繰り返すそれたちのはじける人生」「雲ひとつないサニーデイ」「月がめいるような灰色のレイ・ニーデイ」「どっちでもないこのエブリィ・デイこそ素晴らしい」 ける人生雲一つないサニーデイ続いたかと思えばまたレイ・ニー,ゲー・デイズ日々の気分のようなエブリデイ繰り返す俺たちのはじける人生雲一つないサニーデイズが向きいるような灰色のレイ・ニー,ゲー・デイズどっちでもないこのエブリデイこそ素晴らしいパパはじける人生 皆さんいかがだったでしょうか、えー。ライムスターさんにポップライフを聞いていただきました。えー、ここでなんともうエンディングが近づいてまいりました。えー、それではこのあたりで今回のゲスト島崎勝人監督から改めて告知などお願いいたします。はい。えっ、ー、と僕が監督させていただきました。銀優、はいえー、詩人ですね。はい、えっと9月末に今イベントのイベント上映の方を予定してますので、はい、またぜひぜひですね。あのー、追加の のその情報な何やるはスペードラインで上がると思いますので、はいはい、ぜひチェックしていただいて見ていただければと思いますお願いします、はい。よろしくお願いします。それでは私の方からも告知がございます。スペードラインでですねプロジェクト進行中の私佐藤美久も出演させていただいております。映画エモーション上映会の支援も皆様にお願いしたいと思います。えっとさ八月二十八日ですね皆さん。八月三日。 八月二十三日八月二十三日の火曜日ですね。はい、皆さんはぜひぜひお越しいただければなと思います。えー、さて島崎監督、本日はお忙しいところ本当にありがとうございました。えー、お嬢さんありがとうございました。

そして私佐藤美久ブログもやっておりますタイトルは番組名と同じ佐藤美久の女優道ですぜひぜひそちらの方もチェックいただければなと思います佐藤美久の女優道また来月お耳にかかりましょうこの番組のパーソナリティは佐藤美久でしたありがとうございましたまた来月